まずは君が話しましょう。カカカーだよ。あれおかしいな、もともと地球を取り戻したケケケアとしてやるつもりだったのにカカカーだし発狂してるし。あれ、まあね、やっていきましょう。あの、僕ね、落ち着きをね取り戻すんで、僕取り戻したんでね、ついに。もうしてないですよ。いつもは発狂ねしてるんですけども、落ち着きを取り戻したのでやっていきましょう。はい、猫保管計画です。なんか誤解が入りましたけど、やっていきましょう。はい、まあ、とりあえずキャラ編成見ていきましょう。あ、これでいけるね。はい、やっていきましょう。これでいけるねじゃないよ。大丈夫かね、本当に。ちなみにこれ友達のねやつなんで、はい、まずはラーメンを連打していきます。はい、自動出します。なんかめっちゃボーラー入ってるんだけど、ラーメンを連打していきます。そしてもうガメレオンとラーメンさえればこのステージクリアできるんで、金がたまんないけどね。はい、まあ一回ね、まあね、底力を見せてくれる。なんでそっちそんな金たまってんの、どういうこと。あの壁しか出してねんだよこっち今。じゃあこっち教師しか出さない。なんでてかこっち全体的にコスト低いからガンガン出しても大丈夫。はい、やっていきましょう。ゴリラ処理しないと、ゴリラ処理しないと。いや、ゴリラには頑張ってほしいですね。あ、違う、あ、ゴリラに頑張ってほしくないよ。はい、ヤンマ今はね、あ、ちょっとタイミングミスったヤンマ。ヤンマのタイミングミスった。ミスってんじゃねえよヤンマ。ヤンマ死んだ。間違えてニャンマ出しちゃった。
いタイミングでゴリラ出てきた。出せ出せ、さっさと出せ。よし、壁を出せ、壁を出せ、壁。よし、壁がいない。壁、壁、ライオン、ライオン、壁、ライオンが壁、ライオンが壁、ライオンが壁。高級壁、高級壁。あ、あ、あ、ニャンマが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 、あ、わかった。ニャンマ、ニャンマ、当てて、ニャンマ、ニャンマ、ニャンマ、当てろ、ニャンマ、ニャンマ、ニャンマ。ニャンマそこまで大切。ダメだ、ニャンマの、ニャンマの脳死だ。やばい、ニャンマが死んだことはもう終わりだ。ダメだ、ニャンマ脳死だ、使えない。ニャンマが死んだってことはもう終わりだ。違う、僕の使い方が間違ってるだけ。ニャンマは悪くないけど。ニャンマ、ニャンマが死んだらもう終わり。くそ、なんて強さだ。ヤンマが死んだらもう終わりだ。なんだろう、そのなんかよく開かないパーティーで飲んでる方がおかしいと思うんですけど。いや、一応ヤンマが、ヤンマが死んだ。一応ね、適正キャラ詰め込んだんだけど、これね、ダメだ。これプレイスキルの問題で終わってる。プレイスキルの問題これね、プレイスキルの問題、これプレイ、いや、僕は今日落ち着くんだ。あー、落ち着くな。落ち着けよ。あ、落ち着けん、はい、猫か。あ、ピコごめんなさい、ミスりました。大丈夫、誰にもね、間違いはあるよ。やばい、ライオン出すの忘れてた。ライオン出すの忘れてたか。ライオン出すの忘れてたか。ライオンは常に出さないと。あ、待って待って、死ぬぞ死ぬぞ。ガメレオン、ガメレオン大丈夫。ガメレオンを与える。ガメレオンを与える。ガメレオン、ガメレオンを与える。ガメレオンが死ぬ。ガメレオンを与える。さあ、いった。入れてくれ、ガメレオン。多分、まあ、カメラ出してば勝てるよね、うん、カメレオンの生産あと半分で終わります。いや、何だよ、もう2回ストワークしてんだよ。やばい、ライオン、ここでライオン。なんで吹っ飛ばすな。吹っ飛ばした。オッケー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 。これもう運ゲーだよね。あ、よし、あ、待って、もう少しでカメレオン再生産できる。よし、ジャスネプリンになりました。ジャスネプリン倒した。よし、ジャスネプリンやった。今までで一番進展してる。ニャコニャコニャコ。はい、またミスりました。もう少しで再生産できるよ、カメレオン。よし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 、カメレオン、あれ、カメレオン生きてる。生きてる生きてる生きてる。カメレオン、カメレオン生きてる。待って待って、カメレオン生きてる生きてる。まだ生きてる。カメレオン、まだ生存している。そうだ、吹っ飛ばして、吹っ飛ばしてるだけだ、これ。吹っ飛ばして、吹っ飛ばして、ゴリラの攻撃を流れてるんだ。待て、ゴリラ処理、ゴリラ処理、ゴリラ処理、ゴリラ倒した。よしよし、ナイス、突然、おー、近いよ。2体目、ついに。やっぱりコスト的な考えで、カサ地蔵、カサ地蔵が全然役に立ってないけど、いや、大丈夫、はぐれたやつを処理してくれている。いや、うん、それはありがたい、それはありがたいけど。ガメレオン、一体死んだ、やばい。ガメレオン、ガメレオンの壁が、ガメレオンの前に壁がいない。ライオンが生産されていない。生産が間に合わない。今ノックバックしたら、今はガメレオンノックバックしないで。オッケー、あ、攻撃が出た。くそ、さっきニャンマーが死んじゃったね。やばい、吹っ飛ばしが、やばい、3体出てきた。これ終わった気がする、気がする。いや、全然知らないですね。いや、なんか、なんか生きてるくないっすか、これ。なんか生きてるくないっすか、これ。あ、終わった、やば、終わった。やばい、後ろに攻撃入ってる。よし、波動、ナイス、ナイス、美脚、ナイス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 。どんだけいいタイミング。あれ、やばくっそ、やだ、もういけそうだった今。まあ、皆さん、落ち着き感ありますか。落ち着き感ありますか。定期的にスレープニルを倒さなきゃいけないんだな、これは。とりあえず美脚がナイスすぎた。死ね。壁を増やそう、壁。どうして。ケーキ屋さん、や、そろそろクリアしないと批判コメント言います。やばい、そろそろ。そういえば、レアンがいない、なれ。壁いなさすぎる。いや、猫使って、猫。よし、オッケー、これ。そういえばノーマルキャラクターの猫採用しなかったわ。ほら、早くクリアしないと。アンチコメントはクソ。オッケー、壁吹きそうから大丈夫。オッケー、オッケー。あ、すにゃいぱん。
まだ順調。いや大丈夫、スナイパーがさっき妨害してた。おい、そろそろクリアできねえとまずいよ。アンチ湧くぞ。問題ない。まず第4の足止め。もう最初から壁全開でいきます。これがさすがにそれは頭悪くないか。もう分かりきっていた。じゃあ僕にヤンマ食べるね。さすがにあのゴリラ潰してもらうためにヤンマ。よし、外れたやつを3体倒せた。そのレベルかよ。いや結構でかいですよこれ。まあまあまあ最初のうちは自動出したら無駄死にするだけだから。ほら頑張れ。いやーまあきついところなんだけどね。くっそ、タイミングが合わないぞ。はい、この調子で貯めていきます。ラーメンが頑張ってる。ラーメンがめっちゃ頑張ってるんだよね。ラーメンが最近ね頑張ってくれてる。あとはぐれたやつを倒さないと意味ないな。これはぐれたやつ溜まってきたらニャンコ放送。あ、間違えた。終わったこれ。一回ガメレオン出す、ここで。ただ攻撃は食らわない。最前線ミス。終わった。ミスった。ミャンマーミスった。壁の生産をやめよう。よし。でこれでゴリラを潰し。ちょっと溜まってきたね。ちょっと溜まってきた。さっきとは逆だ。ミャンマー殴れ。ミャンマー。生きてる？あ。よし、2体目ミャンマー生産。ミャンマー。頑張れニャンマ。お前がさ、この作戦の、お前がこの作戦のダメだ。これ待って、無駄なノックバックさせたな。ラーメン珍しく先般。あ、倒したゴリラ。ゴリラね。あくまでゴリラ。ゴリラ倒して当然。ゴリラ強い。くそ、なやばいやばい、なんか無駄なダメージ食らいまくってる。ガメレオン、これ長持ちしねえぞこの高さ。やばい。じゃあもう先にボコボコにするっていう。そうだね、もう勢いが大事よこれ。ノキ。あ、ゴリラ出てきた。はい、当たった。カメレオンの攻撃当たった。よし、いい感じ。よし。そして美脚ははぐれたやつ容易に使う。そしてここでニャンコ砲。ただの発射。謎に威力高いし。よし、ただの発射威力高い。よし、できたもん。ここら辺でゴリラを倒したいところ。よし、倒せるか。よし、ヤマ進み。よし、ゴリラ倒した。ゴリラ完全に第2の門突破。第2の門突破。スネープニール。そしてここでまだ1回もノックバックしてない。くそ、うましね。スネープニール倒す。誰かヤマの出したい。スネープニール1体倒したぞ。え、これこのバックから。スネープニールがいなくなればあと1発だ。いけ、嘘でしょ。計算上あと1発だと。まさか、やばい、待って、はぐれたやつ倒して、ねえ、何してんの。あ、もう、待って、でもガメレオンの再生産を見ろ。あ、もう少し。もう少し。あ、もう何してるの、なんでロソかかっちゃうの、こんなこと。よし。よし、正直、ヤンコはただノックバックするためだけだから、大丈夫。待って、キングガメレオンの、あのね、ヒットバックが。いや大丈夫。言った途端にしたこいつ。そんな気がしたけど。なんとなく。いやでもさっき、そうここで押されたんだよさっき。そうここが正念場。よし、壁生産を。壁の生産を増やそう。よし。ガメレオン2体目生産。よし。そして今のガメレオンのヒットバックは少ない。そしてスネープリールを1体倒した。じゃあニャンマ出したいけど、待って、ニャンマ出したいけど。お、結構攻撃できてんじゃない今回。よし、今回いい。よし、潜り込めた、ライオンが。よし、ライオン潜り込む。あー、待って、ニャンマ潜り込ませたかったな、でも。ニャンマ潜り込ませたい。ニャンマと。よし。待って。でも、まあ。行ってる方。あ、ノックバック。よし、いける、これ。ニャンマー。あ、ゴリラ、やばい、ゴリラ出てきた。やばい、これ3体出てくる。ただこれ多分4体くらい出てくるんじゃないこれ。やばい。くそ、せっかくさっき中に入り込んだのに。ゴリラだよ、多分。ゴリラが関門。やばい、ゴリラ。1体死んでるんだよな、もうガメレオン。やばい、ゴリラ。あ、マジか。あー、やばい、押されてる、めちゃくちゃ。めっちゃ押されてる、やばい。お前のせいだ、押されているのは。このクソゴリラが。くっ
倒した。よっしゃよしよしよし、いけるいけるいける。あーあーやばい、強くそクオリ寝るマジで。なんだ、オッケー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 、いける感じ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 、大した持ってないけどね。トリッククリアしたんだ。ちょっと頑張ったらいいじゃん。
ないよ。大丈夫、捨て身で。ああやべ、終わった。まあまあ同じ編成でね、人生の落とし穴、落とし穴、落とし穴、ここが最後です、この動画だと。なるほど、人生の落とし穴か。あれ待って、ここ嫌な予感する。なんか寒気が、ここメタル出た気がする、すごい。ええ、あれは一応じゃあサービスいいよ、サービスいいよ、いいよ。 HP2 す、サウルス地蔵抜く、うん、頑張れ頑張れ、アイスコメ飛ぶぞ。オッケー、わかんない、勘違いかもしれない。まあ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 、勘違いだとしてもよ、まあ、サービス強いから、うん、まあ活躍するんじゃないかなと。まあ活躍すると思う。まあまあまあ、頑張れ頑張れ頑張れ、様子見様子見様子見、まずは美脚で様子見、様子見美脚様子見。え、あれ何も出てこないってことは、あー出てきた出てきた出てきた、なんか嫌な予感がする、なんか非常、はアップルいてよかったー、は美脚意外に、これクリアできなかったらピカチュウファンからの出題が届くな。なんで？はい。アップルが目立つから。これ負けたらアップルの社長からアンチコメント。あれ？あ違うわ、ごめん、これジュラじゃなかった。ごめんね、メガネじゃなかった。地蔵の方が明らかに良かったパターン。いや画面でもいるから、でも。あそうそうそう、こういう相手には画面動画無双する。でもさ、一回これさ、ボスとして出演したステージがあったから倍率絶対高くなってる。はい、調整行こう。あれ、なんかニャンマーが普通に進んでんだけど。あ、こいつ火力低いからめちゃくちゃ。いや、なんかめっちゃ盛り出してますけど、大丈夫でしょうか。え、美脚強ニャンマーが殴れまくってるけど。え、ニャンマ無双これ多分。え、マジでニャンマ無双だってやって1ヒットか。え、ニャンマ無双こういうところ、あ、待ってアップルダンス忘れてた。あ、アップル全滅してる。先輩先輩、おい先輩先輩、大丈夫、今出した今。あ、待ってアップルいなくてもニャンマかなんか頑張る。なんかニャンマ強すぎるとと思ったらすぐに倒されそうだ。大丈夫、止めたいっしょ。よしよし、新しい勝てる、新しい、どうしたー、なんか最終ステージすんなりいったな、めっちゃ。え、ここ最終ステージじゃない、最後は超成功にしろよ。あまあいいや、勝ったし、うん、よかったな、アンチコメ飛ばずに済んだぞ。やったね。じゃあこのステージはこうやって攻略しましょう。どうやってだよじゃあ皆さん登録お願いします。ありがとうございました。バイバイ。